1月、その後すぐタイに行っちゃったんですけど、1月にここでやって、で早8ヶ月こんなにもここに来なかったことは生まれて初めてですっていうか、高円寺に来たのが私は8ヶ月ぶりだっていうことを今日気づきました。びっくりですよ、本当に。その間、帰ってきて、もう最初はそのこと何しようと思ってテレビをつければ一音がテレビに出ていてすごい、なんていうか、怖いチラシと一緒にわーっと思って、わー大変なことになってるぞと思ったんですけど、でもなんか途中からマスターがあれ、なんか T シャツとかいつも違う感じだし、髪型とかも結構変わってて、あれもしかしてちょっとなんか楽しんでるのかもしれないって途中から思って結構チェックしてました。ネットのニュースの記事とかも結構チェックして、ありがとうございますすごい激動ですよね。結構でも最初すごい心配でしたね、やっぱり。ちょっといつもと違う形ですけど、帰ってこれてよかったなと思います。あれですよね、なんか自粛警察の人もちょっと敵を勘違いしてますよね。おっしゃる通り。で、本当なんか違うぜみたいな。それはきっと勘違いっていう歌を歌いたいと思います。「やってしまいました。なぜでしょう。大丈夫だと思ったけど。大丈夫だと思ったんですけどね。曲を変えろということですかね。生きてるといろんなことがありますね。よし。変えて。夜をくぐり抜けようっていう歌を歌います。さよなら、もう二度と。しようかなどうしようかな。ライブが早くできるようになったらいいなと思ってます。多分これを見てる人は一応のチャンネルで見てると思うんですけど、実際に来るとすっごい面白いところなのでぜひ来てほしいですね。なんかって言いながらちょっと何やろうか考えてますけどどうしようかな。久々に「裸電球の下で」っていう歌で終わりたいと思います。皆さんぜひこれからも「ちおん」のチャンネルをたくさん見てくださいねどうも土村まりなでした。ありがとうございます。多分これだったよ。もう一回。りがとうございました。三浦まりなでした。一音でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうなることかと思いました。面白かった。いやでもなんかゆったりやってる感じで。